級という意味では初めてなんですけど、はいはい、あの他のサーキットで、まあ、ズッピーさんがやられてるのを聞いたり見たりはしてはいたんですけれども、はい、とはいえ、富士スピードウェイでやるっていうマスター自体はね、僕は初めての経験ですから、これはもうあの個人的には非常にありがたい、非常に嬉しい、もうやっぱりね、まさか永井さん、ズッピーの水を狙ってるわけじゃない。150台強のロータリー車がパレードランを行います。先頭は RX8 マツダの所有の候補車です。スプリット R です。未だにね、マツダは候補車を持ってくれてます。ありがたいですね。バリエーション豊かですね。事務局よりご案内いたします。ただいま全ての競技が終了となりましたので、計測器の返却を忘れずにお願いいたします。計測器の返却を忘れずに、お願いいたします。お疲れ様でした。いますね、意外とズッピーのコメントが、キャリパーも結構いるな、赤いキャリパーも結構いるな、赤いな。これまた珍しい色だね、これね、珍しい色。2回目の限定車、違う、間違ってる、間違ってない。レートいっぱいですね、ありがたいですね、本当に。RX7 乗り継いで8乗って新しいのが出るのを待ってる人っていうのも結構いて、まあ我慢しきれずもうしょうがないから、じゃあまあ
安全に協力するよっていうことで CX5 を買ったり、そういうこともある。そういうこともある、ね、いろいろですよ。かといえば今 FD のエンジンオーバーホール多いらしいですよ。セキュラーなところで言えば、セキュラーなところで言えば7、ね、新しい7出るか出ないか分かんないし、あ、ズッピーがなんかそういう話、ズッピーもそういう話、本当に好きなんですよ。
ですね、リップが。リップが大変ですね。ナイス。大変だ。頑張れ、頑張れ。よし。フライホイールが1台もいないですね。